ピッチで最高のパフォーマンスをするためにできること J の秘訣。ガンバ大阪菅沼俊也、体を張って相手の攻撃を跳ね返す屈強なディフェンダー。そんな菅沼の秘訣とは。犬の散歩です、はい、遠くまで散歩、車で連れて行って川行ったりとか、リードなしで話してあげて自由にこう動き回ってて、帰るときに読んだらついてくるんで、まあ、好き勝手遊び回してます。菅沼にとって犬と遊ぶ時間とは。素になれる時間、自分になれる時間ですかね。オンとオフが分けれる、まあ、と思ってるんで、まあ、犬とこう遊ぶことでオンとオフがしっかりできてるかなと思います。これこそが菅沼俊也のサッカー人生を輝かせる秘訣。